の国はやっぱりもともとものすごくやっぱり日本のその、まあ、第一作目はスタジオジブリの魅力を生かしてファンタジー作品を作ろうということで、企画したものなんですけども、やっぱりこうなんていうんですかね、こうそのファンタジーの中にある、まあ、独特の魅力みたいなものをそのしっかりと表現して、その一つのこうアニメとしてもゲームとしても魅力的な作品にするっていうのが、作品の個性だと思ってます。そうですね、このタイトルはまずビジュアル非常にですね、日本のアニメのいい部分を、まあ、こう作品の中に取り入れて、まあ、ファンタジーの RPG という形でしっかりとその表現しているという作品です。やっぱりより日本らしく作るっていうことが、その海外の人たちに向けてもそのファンタジーの作品としての魅力が引き出されるというふうに考えてまして、非常にですね、こう日本らしくありながらも、ファンタジー作品としての世界観がしっかりと、海外の人たちにも伝わるものになっているという、作品性だと思ってます。そうですね、この、映像表現という意味では、そのパート1を作るときにやっぱりそのスタジオジブリの作品がものすごく好きで、世界観が大好きで、やっぱりそれをゲームにしたらみんなも、まあ、日本人みんなが楽しめる、作品になるんじゃないかなということで、スタジオジブリの映像のテイストを、まあ、どこまでゲームの中に取り入れて再現できるかということに、挑戦しました。やっぱりその人気の作品の続編を作るということに、まあ、みんなのモチベーションがやっぱり上がってきたので、作ることにしました。今やっぱり今完成、ある程度映像が完成してみて、まあ、言えるのはやっぱり1と比べても相当いいものになってきつつあるし、まあ、なんていうんですかね、ワンにはなかったチャレンジができているので、やっぱりその二の国というものがさらに理想の形に近づいているなっていうのは、今感じてます。今回の作品は、前作の二の国よりも、一つ大人の物語を作ろうというコンセプトを打ち立てまして、その非常にですね、こうそのドラマティックな内容が用意されています。一人の少年が、国王になるお話なんですけども、その過程でいろんな人たちと出会って、人を好きになったり嫌いになったり、助けられたり助けたり、いろいろしながら、その人間としても成長して、その王としても立派な王になっていく、まあ、そんなですね、物語が今回用意されてまして、非常にですね、いいものになったんじゃないかなと思っています。そのもちろんゲームシステムとか物語とか映像とかいろんな要素があるんですけど、それらが合わさって、そのやっぱりその中にちゃんと世界がある、人間が息づいている、そういう人たちが本当にいるかのような、感じになるように作品を作っています。なのでそういう本当にこのキャラクターがいて、この人を好きになりそうだっていうような感じを、この作品で持ってもらうといいなと思います。プレイステーション。